吉川明です。いつも日本酒女子の酒講座をご覧いただきましてありがとうございます。さあ今日はですね、酒米の王者山田錦を食そうということで、皆さん日本酒を醸すときに使う酒米って食べたことありますか？なかなか食べる機会ってないですよね。で今回はなんとその山田錦を炊いてご飯として食べたいと思います。実は新型コロナウイルスの影響で全国の酒蔵さんの日本酒の生産が減るなど様々な影響が出ているんです。でその中でも酒米として有名な山田錦、こちらの需要と供給のバランスも崩れてしまっているんです。そんな山田錦を食べて応援しようということで、各地の酒蔵さんが食用米として山田錦の販売をスタートさせているんです。ということでこちら獺祭の酒米山田錦を炊いて食べたいと思います。こちら1パック3合 450g なんです。量で換算すると田んぼで1分、そして稲穂の数でいうと10から15本分の量だと言われています。さあ一体どんな味がするんでしょうか。楽しみです。さてお米を研ぎましたので今から水を入れて炊きます。でここで皆さん重要なポイントです。水加減なんですけれども、酒米は私たちが普段食べている食用米と違って水吸いやすいんですね。なので私今ね2合を今から炊くんですけれども、ちょっと少なめの水加減でお願いします。じゃないとお水をねたくさん吸ってお米が柔らかくなりやすくなります。それでは炊飯します。さあ炊飯している間にですね、酒米についての豆知識です。これね、左手の方が山田錦、そして右手の方が食用米、私たちが食べているね、ちなみにコシイブキなんですけれども、これを見比べてみると酒米の方が米粒ね大きいの分かりますか？はい、これが特徴です。そして食用米はね心拍っていうものがないんです。中心に見えるですねこの白色の不透明なもの、これね、はい、これが心拍っていうんですけれども、これが酒米にはあるんです。そして酒米はですね米粒が柔らかいんです。中が柔らかい、外が硬くて中が柔らかい、で水を吸いやすいんです。で溶けやすい、で日本酒作りにはそれが大事なんです。なんですが今回ご飯を炊きます。いつもと同じ水加減だとものすごくねお米が柔らかくなってしまいますので、少なめにして炊いてください。炊き上がりましたので、おこんな感じです。粒立ってます。美味しそうです。では早速炊き上がった山田錦をいただきます。結構やっぱり粒が大きいですね。うん、あ、やっぱりパサパサしてるね。うん、私たちが普段食べている食用米はふっくら、そしてもちもち、お米の甘みってするんですけれども、やっぱり酒米はパサパサしてて甘みは少ない感じがします。うん、どっちかって言ったらこうタイ米みたいな感じ、ですね。リゾットとかこうチャーハンとかには適しているお米なのかなと思います。お米炊いてでその日に食べられなかったから冷凍して何日か後に解凍して食べてるお米みたいなの味わいがします。せっかくですので私のご飯のお供も紹介します。こちらじゃじゃん、まかない明太子。これは大阪鶴橋にある豊田商店さんの出しているまかない明太子です。これめちゃくちゃ美味しいんですよ。ご飯が進むくんです。ね、明太子とキムチってこんなに合うかなと思って、中身こんな感じです。はい、これねもちろん店頭でも売ってるんですけれども、通販ネットでも買うことができますので、よかったら買ってみてください。白いご飯の上にこのまかない明太子、
と一緒にいただきます。辛さよりもこうごく旨味の方が勝ってですね、明太子とキャンプってご飯進むわ。どんどんご飯進みますね。他におかずいらないぐらいこのまかない明太子でご飯何倍でもいけちゃいます。酒米ってね、ものすごく手間暇かかってまして、もう労力と経験が必要なんですよ。その反面、こう作り手さんにねスポットライトってなかなかこう当たらないので、ぜひとも皆さんこの機会に山田錦、酒米をね食していただけたらと思っています。さあ、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。以上、日本酒女子の酒講座でした。またねー。